やお宝箱来たぜー。初っ端から騒がしすぎだろ。ということで皆さん、勢いと愛嬌でお茶の間を沸かすセブンでございます。お茶の間を覚ますのと間違えてるよ。主さんのお供デスペルです。よろしくお願いします。イエーイ。ということで今回も呼ばれたぜマリサだ。どうぞよろしく。おい、なんか声援はないのか。ということで序盤からお宝箱を引いていくという完全勝ちムーブを切り開いている私です。キーアサルトライフルとか無敵だろこれ。うまく使いこなせたらの話だけどな。でも今のところ接近戦を強いられたら普通に負ける基準が見えるんですけど。甘いぞペル君。甘いのはお前だよ。どのぐらい甘いと思う。は、どれぐらい甘いと思う。ねえマリサ、どのぐらい甘いと思う。ねえねえ、世界一鬱陶しいはお前。でもやっぱり私は近接系の武器が欲しいんだよな。結局キーアサルトに絶大な信頼を得ているわけじゃないのか。よかったな、ピストルが手に入ったぞ。ピストルで押し勝てるのかは知らないけど。まあマリサちゃん見てなって、ショットガンがなくても戦えるというところをセブン先生が教えてやろう。あんたに先生をやってほしいとは1ミリも思ってないんですけど。っていうかそのレベルで先生名乗れたら世界中のプレイヤー共闘以上だわ。じゃあ私は何の先生にだったらなれるんだ。なんもないんじゃないですかね。悲しい。っていうかお前ショットガン使わなくとも勝てるっていうのを証明するんじゃなかったのか。以前の私はそうだったのかもしれない。ただ私は進化したのだ。対価の間違いだな。ああ、今回はアンチが上の方か。ペル君アンチ操作できないの？逆にできると思ったんですか。セブンのことだからできると思ったんだろうな。そうですよね、できないと思ってるなら聞きませんもんね。ごめん、聞いた、私が間違ってたわ。そういえば主さん、フォートナイトやるときは何かしら作戦を立てていると思うんですけど、今回は何か作戦はあるんですか？よくぞ聞いてくれたペル君。すごい食い気味だな。今回の作戦は、ディテールロー大作戦。ネーミングに関しては一切されてないけどな。今私が行動している村であるディテールロー、ここで私は強力なムーブを発見した。なんと。それは本当に強力なのだろうか。まずこんな感じでディテールローは宝箱が多い気がする。気がするかいな。いや、実際多い。家に宝箱が2つはあるからな。これで大体必要装備が揃う。そしてこのディテールローには武器をアップでする場所がある。そこでショットガンを紫にしてグレードアップしてからアンチに向かうというのが強いと見た。でもそれって他の場所で降りてもできそうな気がするんだけど。他にディテールローにこだわる理由とかはあるんですか？名前がいい感じですよね。なんら大した理由じゃなかった。あー、確かにそれは重要要素ですね。あんたそっち側だったのかよ。今回はポンプしか出なかったからポンプに頼ることにした。大丈夫でしょうか？よりエイムが求められるショットガンですけど。心配の極みなんですけど。この二人に私の実力を信用されてないのは十分把握できた。だが私も前回からの期間で何もしていなかったわけではない。レベルアップしたところを皆さんにお見せいたしましょう。見さらせよ、ハッハッハ。今のところ誰とも遭遇してないので何とも言えないんですけどね。本当にその通りだよペル君。さあ主さんが紫ポンプを入手しました。それでディテールロー作戦をやる理由はもう一つあってだな。ディテールローから内陸に進んでいくとこの建物がある。待って、ちょっと敵の気配するわ。近くにいるぞ。主さんの危機管理能力が発動したでしょうか？バグでしょ。この建物の中に強力な武器箱があるんだけど。いや主さんよく見てください。武器箱はまだ開けられていませんよ。え、なんで？この世の七不思議だな。でもこの近くに敵がいるのは間違いない。油断するな。これは敵の作戦なのかもしれない。武器箱をまだ開いてないところを油断させて箱を開けると同時に襲いかかる作戦か。それが本当に作戦だったらかなりやり手だぞその人。でもそういう作戦じゃないみたい。そして武器箱の中身は今回はサブマシンガンかロケランとかミニガンとか出てくることあるんだけどな。金アサルト引いたところでお前の運はついたのだろう。名考察ですねマリサさん。あんまりマリサを引き立てるなよペル君。マリサが水を得た魚のようにラーラー騒ぎ出すから。どっちだラーラー騒いでるのは。バフン、イエーイ、私ですね。自覚があってよろしい。ようやく一人倒しましたね。これだけ人と会わないとむしろ寂しいぐらいだね。以前はあんなに人に会うたびビビってたのにな。人って変わるもんですね。いやでもこういうのは自分が窮地に追い込まれた時にビビって動けなくなるタイプだぜ。さすがですねマリサさんには全てお見通しですね。あんたら何の分析してるんだ。うおーおーおー、いきなり敵に襲われてるぜ。反射神経をもう少し研ぎ澄ませておくべきだった。待った、大人に待ったはなしですね。これは終わったな。あっけなかったなセブン。めげずに第2戦行きましょう。今回もディテールローなんですか？もちろんだよ。今シーズンはディテールローと心中を共にすると決めたんだ私は。なんでそこで友情が芽生えてるんだよ。おい、まさか降りる家もさっきと同じ場所なのか？もちろんだよマリサ。全く見栄えが変わらなそうなんだけど大丈夫かこれ。大丈夫だよ、場所は同じでも毎回出てくる敵とアイテムは違うんだから。マリサは毎日居住場所を変えてるんですか？セブン、お前そういうことをなんていうか知ってるか？え？ヘリクスって言うんだよね。かぶせてくるんじゃねえ。にしても今回ショットガン運がないな。出てくるのは毎回アサルトかピストルじゃないか。遠くから撃ってろよってことなんじゃないのか。まあ私はその宿命に対抗しますけどね。対抗した結果敗北してますけど。え、今回はさすがにディテールローじゃないよな。だってこんなに離れてるんだから。行くぜディテールロー。お前のそのこだわりは何なんだ。
ということで最初の激戦を乗り越え武器も紫ショットガンにしました。あんなに遠いところに降りたら激戦の下の字もない。また先起こされてるわ。ディテールローでいろいろやってるからだろ。だけどこの心強い紫タクショーゲットするにはこのムーブをしなきゃいけないんだ。今崖上に乗ろうとしてクラッシュパッド使ったけど高さが足りなくてパッド一つ無駄にしたってやつだよね。いちいち説明せんでいいわ、恥ずかしい。大丈夫ですよ主さん、人間そういうミスもありますから。ただ主さんは何回もやりそうですけど。学習するわちゃんと。セブンの学習能力はある意味定評がありますからね。学習能力なかったら私は今頃フォートナイトを挫折しているでしょう。だが私は今ここで戦場に立っている。どうだマリサ、何か言いたいことはあるか。ビクロイしてください。要求レベルが高すぎる。そんなにハードル高いか。お前撮影外でビクロイしたんじゃないのか。あの時散々私にやったぜビクロイしてやったぜとか自慢してきたじゃねえか。それじゃあ教えてやろう、なぜ私があの時ビクロイできたのかをな。時は多分1週間ぐらい前。めっちゃアバウトだな。私はその時とてつもなく調子が良かった。挑んでくる敵を倒しに倒してなんとワンオンワンまで持っていったんだ。ロケットランチャー片手にさあ来いよと言わんばかりに私は屋根の下で敵を待機していた。そして決戦の時と思われたその時、敵がストームに飲み込まれた。イエーイ、私の勝ちだぜー。しょうもんな。それでもお前私にビクロイしたビクロイしたってあんなに騒いでたのか。パート1の時とビクロイの仕方同じじゃないですか。デジャですかね。でもビクロイはビクロイだからな。実際そこまでにはいろんな敵と交戦をしてきたのは事実。その敵を倒しているのも事実。まあそれは確かにそうだけどな。そのビクロイ方法をまあよくこの公が見る場で堂々と話せたなって。鋼のメンタルですね。ひ褒めてるわけじゃねえよ。家の中捜索しようったってそうはいかないぞ。おいアサルトライフルの精度を上げろ。ここでダメージを重ねないと敵には勝てないぞ。主さんの建築はまだ完全体じゃないんですから。もしそしたら今の私は第何形態ぐらいですか。完全体が第100形態まであるとしたら2とか3じゃないのか。どんだけ変身重ねなきゃいけないんだよ。おいちょっと待て、アイテムが散らばったってことは敵が倒れたのか。私はヘリにしか弾は当ててないぞ。まさかスナイパー。背後を警戒しておいた方がいいですよ主さん。おそらくお前の位置も把握されてるだろうからな。顔を出したら一発で終わるぞ。知らない場所からスナイパーライフルの弾丸が飛んでくるほど恐ろしいもんはないよね。なあ、はっ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 は。敵の位置さえ分かってしまえばスナイパーの対策は楽なのさ。とりあえず敵よりも上の場所に行くようにしよう。あの大あの人スナイパーじゃないと思うんですけど。え？敵一人見つけたらその敵に一点集中するのやめような。その通りです、完全にさっきので学びました。それで例によってまたリテールローなんですね。もちろんじゃないか、さっき言ったでしょ。リテールローと心中を共にするって。リテールローと生き別れた兄弟かなんかなの。もしこんにちは、セブンさん絶賛ピンチです。おっと紫ショットガン確定作戦を実行する前に終わっちゃうのでしょうか。え？え？さっき設置した地雷が発動したんだろうな。よっしゃ今回もとりあえずキルは獲得したぜ。早くすぎる。もう今回のバトルは憎いは何一つ残っていない。まだ諦めるな、戦いは終わってないぞ。花々しく散る準備は整っているのさ。地雷で倒しただけなのにどうして花々しく散ろうとするのか。あれ主さん今回はショットガンがないじゃないですか。出なかったんだよ。そんなことってあるんだな。だがアサルトとサブマがあればなんとかなるでしょ。おいなんだ今のとんでもない一撃は。スナイパーライフルでがっつり命中しましたね。頭に食らってたら完璧に終わってたな。今ので私ちょっと心折れたんですけど。あんなカウンター初めて受けたんだけど。格の違いを見せつけられたって感じですね。顔出した瞬間に破壊されそうだな。そんな目と目があったら死ぬみたいなさ。ホラーゲームかなんかなのかこのゲームは。主さんパニックにならないでくださいよ。言ってるそばからもう無理やり上から攻撃してやるよ。ホラーゲームでも逃げるだけじゃなくて攻撃できるもんもあるんだぜ。だからホラーゲームじゃないって。やっぱりショットガン欲しかったなー。てか込んだところで回復アイテムないんだった。これはもう最後の抵抗を見せるしかないな。白旗をあげましょう潔く。このクラッシュパッドが消えた時に私の命は消えると考えよう。だがまだ私の命はわずかだが燃えているぞ。その炎で焼き払ってやるぞ。え、そんなところに敵いましたっけ。炎を向ける方向全然違ったな。ムハハハハハ、今回金卓賞宝箱からゲットしたのだよ。もうスナイパーにボコられるのはうんざりだぞ。またスナイパー。違いますよアサルトですよ。しかし私もやられてばかりじゃないぞ。レベルが上がったところを見せるんだ。相手がジャンパで飛びましたよ。全集中。お、セブンバーストー。ネーミングセンス。そして当たってないぞマリサくん。これが対空なのだよ。もう嫌だなー。こういう変な感じの家はどこに床が置けておけないのかはっきりしてほしいわ。隙間からドカンとやられそうなんだけど。そしたら床で上塞ぐから。はい来ました。刺されないのかよ。